ポール・ガスコイン、ポール・ガスコイン、ポール・ジョン・ガスコイン、1967年5月27日体は、イングランドの元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは、MF、攻撃的 MF。相性は、ガッザ。太めの体型ながら高いドリブルテクニックとパスセンスの持ち主であり、愛嬌のあるキャラクターで1990年代には、 イギリスの国民的英雄と呼ばれ、人気を集めた。その反面、公助領族に反するような言動、飲酒癖や鬱病にまつわるトラブルを頻繁に引き起こすことでも知られ、引退後もしばしばメディアを賑わしている。タインオヤー,ー・ゲッツヘッドで、レンガ職人の父と母の間に長男として生まれた。ガスコインという姓は、フランス南部のガス購入地方に由来し、本名の ポール・ジョンとは母親がビートルズのファンであり、ポール・マッカートニーとジョン・レノンの名前にちなんで名付けられた。幼少の頃からサッカーに親しみ地元のサッカークラブであるニューカッスル・ユナイテッド FC のサポーターであるとともに、オランダのヨハン・クライフやブラジルのペレのファンだった。ゲイツ・ヘッド・ボーイズに在籍していた12歳の頃から、サッカークラブのスカウトの関心を集め、イップスウィッチタウン。 ミドルズブラ、サウサンプトンのテストを受けたが、いずれも不合格に終わり、1980年に入活するユナイテッドの学生会員となった。毎週火曜日の練習に参加しながら、学校に通う日々を送っていたが、1982年8月、当時のイングランド代表のスター選手である、ケン・キーガンがクラブに入団した際には、キーガンの雑用係を務めていた。 1983年5月16歳の誕生日に週休25ポンドの2年契約で入荷すると練習生契約を結んだ。ユースチームではすぐに頭角を表しチームの成績も好調だったが、この当時から太めの体型だった。指導者からは体重のことや私生活のトラブルのことでたびたび失跡を受けており、そのストレス発散のために過食を繰り返していたが、 正規の練習の後に減量のためのランニングを課せられていた。1984年6月、トップチームの監督にジャック・チャールトンが就任すると、さらなる減量と食事制限を課し、ユースチームの首相に任命された。同時期にリザーブチームに昇格を果たすと、1985年3月からは、トップチームの遠征に帯同するようになり、 同年4月13日のクイーンズパークレンジャーズ戦で途中交代からリーグデビューを果たした。一方でユースチームの首相として挑んだ FA ユースカップでは準決勝でバーミンガムシティを下して決勝戦に駒を進め、決勝ではワトフォードを4から1で下し、1962年大会以来となる23年ぶり2回目の優勝に導いた。 この優勝の後にトップチームと週休120ポンドでプロ契約を結んだ。ニューカッスルではクリス・ワドルらとチームメイトとなり、デビューとなった1984から85シーズンは2試合の出場に終わったが、翌1985から86シーズンになると出場機会が増え、3年目の1986から87。 シーズンレギュラーに定着し24試合で5得点を挙げた。これらの活躍により、それまで代表レベルでの経験のなかったガスコインは21歳以下のイングランド代表に招集されることに行った。リーグ戦での活躍から小さな宝石や期待の申請として注目を集める一方で、次第にクラブから移籍をしたいという気持ちが高まっていった。ガスコイン自身は第一志望として、 リバプール FC への移籍を希望していたが、ブライアン・ド・ブソンの後継者を探してた、アレックス・ファーガソンが監督を務める、マンチェスター・ユナイテッドシーからも交渉を持ちかけられていた。ファーガソンから熱心な勧誘を受け移籍に、気持ちが傾いたが、テリー・ベナブルズが監督を務める、トッテナム・ホットスパーから勧誘を受けた、際の、ベナブルズの、私のもとで指導を受ければ確実に、 イングランド代表に選ばれるだろうとの言葉に、触発されてトッテナムへ移籍することが決まった。1988年夏にトッテナムへ移籍したが、移籍金の220万ポンドは、当時のイングランドのクラブが支払った最高金額だった。ベナブルズの指導家で中心選手として活躍し、同年には、ピーフ年間最優秀若手選手賞を受賞した。 1989から90シーズンのリーグ戦では、スペインの FC バルセロナからゲイリー・リネカーが加入すると、リーグ戦では二人のコンビプレーもあって、チーム1988から89シーズンの6位から3位に押し上げた。ベナブルズの言葉通りに1988年にイングランド代表に選ばれ、1990年のワールドカップイタリア大会では、 ベスト4進出の原動力となったが、この大会後に、イギリス国内では、ガスコインの人気加熱し新たなスター選手として迎えられた、後日。1990から91シーズンにヘルニアの手術を受けたため、1ヶ月間は試合から遠ざかったが、FA カップ準決勝のアーセナル FC 戦では、フリーキックを説決めて3から1の勝利に貢献し、 ウェンブリースタジアムでの決勝戦に駒を進めた。シーズンの最中からイタリアのラチオがガスコインの獲得に関心を示しており、FA カップ決勝がトッテナムでの最後の試合になると考えられていた。しかし、決勝のノッティンガムフォレスト F c 戦において前半17分に相手 DF のに悪質なタックルを行った際に、自らが右膝人帯断裂の重傷を負った。 試合はガスコインを書いたもののトッテナムが延長戦の末にノッティンガムを下しタイトルを獲得したがガスコイン自身は搬送された病院のテレビでこの肩着を感染しており治療とリハビリのために1年4ヶ月試合から遠ざかることになったこの負傷に関して対戦相手のノッティンガムの選手だったスチュアート・ピアースは次のように表している1992年5月 550万ポンドの金額でセリエ A のラツヨへ移籍。同年9月22日のジェノア CFC 戦でリーグ戦デビューを果たすと22試合に出場し4得点を記録。チームはリーグ戦で5位に入り UEFA カップ出場権獲得するなど結果を残したが、国際大会への出場はチームにとって16年ぶりの出来事だった。しかし、 肥満問題などから次第に調子を落とすと、1994年4月には練習中にアレッサンドロネスタにタックルを仕掛けた際に右足を骨折し、1シーズンを棒に振ることになった。1995年7月、430万ポンドの金額でスコティッシュプレミアリーグのレンジャーズへ移籍。 ウォルター・スミス監督のもとで1995から96シーズンのリーグとカップの2冠獲得に貢献。1996年にはスコットランドサッカー記者協会年間最優秀選手賞とスコットランドピーフ年間最優秀選手賞を同時受賞した。翌1996から97シーズンには私生活でのトラブル。 口実や足の不祥によ調子を落とし、批判を受ける機会があったが、シーズン中盤に調子を取り戻すと、リーグ連覇とリーグカップの2冠獲得に貢献した。1997から98シーズンには、妻との離婚問題だけでなく、武装組織の IRA のメンバーを名乗る人物からの、脅迫、サポーターへの挑発行為に関する騒動など、様々なトラブルに見舞われ、 ストレスから逃れるために次第にアルコールに頼った生活を送るようになった。また飲酒だけでなく不眠症を解消するために睡眠薬に頼るようになったことを契機に薬物中毒になったことがプレーの面にも悪影響を及ぼすようになった。ガスコイン自身はレンジャーズでの最初の2年間はサッカー人生において最高の時期だったが最後の数ヶ月間は人生において 最悪の時期だったと振り返っている。1998年3月に345万ポンドの金額でフットボールリーグディビジョン1、2部リーグに相当のミドルズブラ FC へ移籍。当時のミドルズブラの監督はイングランド代表でチームメイトだったブラーロブソンが務めておりシーズン終盤での加入だったが7試合に出場しチームのプレミアリーグ昇格と フットボールリーグカップ準優勝に貢献した。しかし、代表チームでは、ワールドカップの直前に、メンバーから落選、口述し、同年秋には、アルコール依存とうつ病の問題により、自殺未遂を引き起こし、精神病院に1ヶ月間入院するなど、依然として問題を抱えていた。2000年3月に、エバートン FC へ移籍。レンジャーズ時代の監督だった。 スミスの下で再びプレーすることになったが、私生活でもアルコール依存に絡んだ問題をしばしば起こし、ヘルニアが再発するなど負傷を抱えたこともあって、プレーに制裁を欠いていた。シーズン途中にスミスが退任したことで、ガスコインもチームを退団し、フットボールリーグディビジョン1のバーンディー FC へ移籍し6試合に出場した。2003年1月、 中華人民共和国のに移籍し4試合で2得点を挙げたが、同国でサーズウイルスが流行したことによりリーグ戦が中止されたことを受けてそのままチームを退団し、アメリカ合衆国に渡って治療とカウンセリングを受けた。2004年にフットボールリーグに4部リーグに相当のボストンユナイテッド FC に移籍し、選手権コーチとしてリーグ戦4試合に出場した3ヶ月後に退団し、 このまま現役を引退した。ニューカッスルの練習生時代には、イングランド学生代表に選ばれた経験はなかったが、1987年に21歳以下のイングランド代表に選出され、トゥーロン国際大会に出場し5位。翌1988年の同大会では、準優勝に貢献するなど13試合に出場し後得点を記録した。イングランド代表としては、 同年9月14日のデンマークとの親善試合で代表デビューを果たし、同年11月16日に行われた 1990FIFA フフワールドカップ予選のアルバニア戦で代表初得点を決めたが、当初はボビー・ロブソン監督の信頼を得るまでには至らなかった。翌1990年にイタリアで開催される本大会に向けた代表メンバーの中では、当落戦場の選手の一人だったが、 同年4月25日のチェコスロバキアとの親善試合を前にした記者会見でのロブソンのこの試合が最後のチャンスとの言葉に奮起し一得点を挙げるなど結果を残したことで代表メンバーに選出され大会ではロブソン監督の中心選手として6試合に先発出場一時リーグ第三戦のエジプト戦でのアシスト決勝トーナメント一回戦ベルギー戦で デビット・プラットの決勝点をアシストする活躍な、で地元開催の1966年以来となる、ベスト4進出に貢献。準決勝の西ドイツ戦では、相手のエースであるローター・マテウスを上回るプレーを、見せながらも、1から1の同点のまま迎えた、PK 戦の末に敗れて、決勝戦進出を逃した。また、この試合の延長戦においてガスコインは、 トーマス・ベルトルトへの反則により、主審から警告を受けたが、仮に、決勝進出を果たしても累積警告により出場が、できないと知り涙を流した。この試合での一幕はテレビを通じて、世界中に放映されていたことから、ガッザの涙として知られるようになったが、イギリス国内での反響は大きく、敗戦に悔し涙を流す国民的な英雄として、扱われただけでなく、 後のサッカー文化に影響を与えたとも言われている。ガスコインの下には、テレビ番組、各種イベント、コマーシャル出演、関連グッズ販売など様々な依頼が殺到し、ワールドカップ終了後の1年間に数百万ポンドの利益を得た。ガッザマニアと呼ばれる熱狂的なファンが登場するなどの社会現象となり、ロックバンドのビートルズの人気に匹敵すると評された。 また同年には、英国放送協会の視聴者が選ぶ、スポーツパーソナリティオブザイヤーに選ばれたが、これは、サッカー選手としては1966年のワールドカップイングランド大会の年に、ボームーアが受賞して、以来、二人目の出来事だった。1991年に寄った右膝の十字人体断裂のために1992年の UEFA ユーロの出場は断念。 怪我からの復帰後には再び代表チームへの招集を受け、同年10月に行われたワールドカップアメリカ大会をのノルウェー戦で復帰を果たした。その後もガスコインは招集を受けたが監督との関係は良好ではなく、自身も出場機会が巡っても多くの結果を残すことはできず、最終的にノルウェーとオランダに競り負け、本大会出場を逃した。 1994年に所属クラブで足を骨折したため、1年近く代表の試合からは遠ざかった。地元開催の u e f a ーロ9 6に向けて、トッテナム時代に指導を受けたベナブルズが監督に就任した。1995年6月に行われた日本との親善試合で復帰を果たすと、ベナブルズ指揮下の代表チームにおいて、重要な選手とみなされるようになった。 1996年の本大会では、グループリーグ初戦でスイスに引き分けたが、続くスコットランド戦を2-0、第3戦のオランダ戦を4-1で下して、首位で決勝トーナメントへ駒を進めた。準々決勝ではスペインを PK 戦の末に下し、1968年大会以来28年ぶりに準決勝進出を果たしたが、 準決勝はドイツに1990年のワールドカップの際と同様に PK 戦の末に敗れ、決勝進出を逃した。なお、グループリーグ第2戦のスコットランド戦において、相手 DF のコリン・ヘンドリーの頭上にボールを浮かして、タックルをかわし、浮き玉を右足でボレーシュートを決めたシーンは、世紀のゴルと呼ばれ語り草となっている。また、ガスコイン自身は、 グループリーグ第三戦のオランダ戦での勝利をイングランド代表史上に残る勝利に挙げているが、この大会について次のように表している。欧州選手権終了後にベナブルズの公認としてグレンホドルが監督に就任したが、引き続き代表に招集され、ワールドカップフランス大会予選に出場。1997年10月11日に敵地のローマで行われた、 イタリア戦はゼロのゼロの引き分けに終わったが、この試合の結果により、予選グループ首位で本大会出場を決めた。自身はこの試合を選手キャリアにおいて、最高のパフォーマンスを発揮した試合の一つに挙げている。翌1九9八年の本大会に向けた二十八人の代表候補に選ばれ、同年五月のスペイン合宿に参加したが、ホドルはガスコインの体調と精神面を懸念して、 大会直前にメンバーから外す決定を下した。ガスコインを書いたイングランド代表は決勝トーナメントに進出したがアルゼンチンに敗れてベスト16で敗退。この結果について当時のチームメイトだったデビット・ベッカムは2003年に出版た自伝の中でガッツァがいれば違った結果になっていたかもしれない。ガッツァなら彼にしかなしえない何かをチームにもたらしたはず。 と発言している。その後、代表チームに招集される機会はなく、1998年5月29日に行われたベルギーとの親善試合が最後の試合出場となった。イングランド代表での通算成績は国際 A マッチ57試合出場10得点。2005年10月27日から、カブリーグのケタリングタウン FC の監督に就任し、指導者としての再起を図るも、 就任から39日後の同年12月5日に飲酒によるトラブルにより解任された。この日の深夜にリバプール市内のホテルの外で新聞社のカメラマンへ暴行を加えた容疑により逮捕された。2006年11月、ロンドン西部のナイトクラブで男性に暴行した容疑で地元警察に身柄を拘束された。二千八年二月、ホテルの従業員から通報を受け警察は 深刻な精神障害に侵されたものを強制的に精神病院に収容できるという心の健康に関する法律に基づき、イングランド北東部のゲートヘッドのホテルでガスコインを拘束、警察発表では負傷者及びホテルへの被害はなし、メンタルヘルス法に基づき精神病院へ強制収容された。同年9月18日、パブの窓を激しく叩いたとして、 器物損壊容疑で逮捕された。同年11月、国税庁から未納金推定20万ポンドの支払いを命じられ納税まで9週間の猶予が与えられたが自己破産の可能性も出てきたとの報道もされた。12月には、息子がチャンネル4制作のドキュメンタリー番組のインタビューに応じ、できることなら家族の前から消えてほしいと発言するなど、 身内からも見放された状態となった。このような状況から彼を取り巻く状況は日を増すたびに悪化していったが、2009年のインタビューでは、リハビリ施設にて健康維持療法を受け、アルコールと薬物依存から決別し健全な生活を取り戻すことに意欲を示していた。2010年2月8日、ノースヨークシャーの飲食店で友人と共に騒動を起こし、 飲酒運転の容疑で警察に逮捕された。翌日に揃って保釈されたが、出所祝いに立ち寄ったバーで定員と口論となりにや、続くで逮捕された。また、選手生活で手に入れた1400万ポンド、約20億円の財産が底をつき、自活不能な状況にあるため、プロフットボール選手協会に住居を確保してくれるよう依頼が、あっとの報道がされた。同年七月九日。 ガスコインは同月3日に刑務所を出所したばかりの男が元恋人の交際相手を銃殺し逃走した容疑で指名手配された事件に関心を持ち容疑者がイングランド北東部のノーサンバランドにあるという村で発見され警官隊に包囲されたと知るとタクシーを使って現場を訪れ彼は私の友人だと主張したその際に飲食物ビールとスープのチキンと 釣竿といるよ差し入れ容疑者との面会を求めたが、ガスコインの申し出は警察により拒否され、容疑者は警察が包囲してから6時間後に拳銃自殺を図た。後にガスコインはこの時の騒動について自宅で酒を飲んでいたところ、ニュースで事件を知った。彼とは面識はない。容疑者に面会を求めたのは彼には話し相手が必要だと考えたらだ。しかし、容疑者が 元恋人の交際相手を殺害し警官を狙撃したことは理解していなかった。あの時の行動を考えると気が呆めると回答している。同年9月、ノーザンプレミアフットボールリーグディビジョン1ノース8部リーグに相当のガーフォースタウンの監督に就任するとの報道がされた。本人も現場復帰に意欲を見せ、同クラブの代表者は 営利目的ではなく、困難な人生を歩んでいる彼のような人物に、再びチャンスを与えたいと発言していた。PF の最高責任者も、ガスコインの復帰に関して、今後もサポートを続けていくことを表明していたが、最終的にこのオファーを辞退。この報道から数日後の10月8日、入荷する市内の路上で白昼に、飲酒の上、蛇行運転をしていた容疑により再び逮捕。 取り調べの際に、法律で定められている指揮運転の基準値の約4倍の濃度アルコールが検出された。同月21日、自宅に薬物を隠し持っていた容疑で逮捕された。ガスコインの逮捕は2010年に入って4度目。プレイスタイルに関しては、イングランドサッカー史上において、最も優れた才能の持ち主、ボビー・チャールトンとジョージ・ベストの才能を足して2で、 割ったような選手、期待の国際的な線などの高い評価を得ながら、前述のように、飛行癖や飲酒癖にまつわるトラブルの数々から、人物そのもののとしては、サッカーの上手な愚か者、自己破滅的、酔っ払っていなければ、最高の手、刹那的などと評されている。半生を綴った時伝のギャザーマイストーリー、放題、ガッザの涙、フットボーラーポール、ガスコイン時伝は、 2005年に英国最優秀スポーツ書籍賞を受賞しているが実質的な執筆はビートルズの公式伝の執筆者として知られるジャーナリストのが行っている元モデルであり既婚者で二人の子供の母親であったとは1991年頃から交際が始まったガスコインとシェリルは長い交際期間の末に1996年7月に 結婚式を挙げたが、同年10月に、ガスコインが、休暇中のホテルで、口論の末に暴力を振るったことを契機に、別居生活に入り、調停の末に1998年8月に、離婚が成立した。元妻とのママ娘であるは、モデルや女優を務めている。2004から05シーズン終了時の成績267、4 5 1 6 9 3 9 コールスパンイコールに3136343640コールスパンイコールに,コール,コ,ールに4 4コールスパンイコールに4 7 6 7 4 3 8 3 7 4 5 2 0三4 3 9 4 2 0 0 0 0コールスパンイコールに4 2 3 7 8 8 3 2 8三2 3 7 1 3 1 5 2 4 6 8 1 1 0楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。